こんにちは。今日は、レタススープ食べていきたいと思います。レタスと卵の春雨スープですかね。レタス、卵、春雨が入ってます。結構今日はシンプルです。で、早速食べていきたいと思います。いただきます。初めて作りました。スープも美味しいです。レタスも卵も美味しい。レタスは生で食べることが多いんですけど、初めてかな、こういう加熱調理して食べます。レタス美味しい。具材がシンプルですけど美味しいです。うまい。ちょっと最近食べ過ぎてるので、節制したご飯もちょっと混ぜていきたいなと思って、結構ヘルシーめで食べてます。まあでもその分結構量が多めなんで、あんまり意味ないかもなんですけど。うまいです。うまい。初めて作ったけど、思ってたよりめちゃくちゃうまかった。レタス加熱調理いいですね。スープでお腹いっぱいになる作戦です。野菜も取れてるし、いい感じ。うまい。
結構夢中で食べちゃうな。美味しい。うん。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。あ、お腹いっぱい。いっぱいあったかいもの食べたんで、ちょっと体がポカポカしてます。暑いです。いや、レタススープ。レタスと卵のと春雨のスープ作ったんですけど、初めてレタスを加熱調理して食べたんですけど、まあ、自分で作っては初めてだったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。すごい美味しかった。とても美味しかったのでびっくりしました。美味しかった。で、スープだけだったんですけど、スープの水分でちょっとお腹もいっぱいになって、食べ応えもあるっていうか、まあ結構量も食べたんであれなんですけど、食べ応えがある感じで食べることができました。またいろいろ作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。では、バイバイ。